えー、ひろきさん、こんにちは。大手ゼネコンで施工管理をしている26歳のとこです。給料は申し分ないのですが、現場職なので残業も多く、体力的にも転職を考えています。えー、ひろきさんから見て、ゼネコンの未来どうなると思いますか施工管理から転職としたら、<laughs> えー、どのような業界があるかご意見を浮かせていただきたいです。まあ、もうゼネコン以外でも、工務店でも、あの、工事するところの現場には必ず、いろんなそういう、あの、施工管理の仕事あると思いますけども、 まあでもなんか、こしんまりとしたリフォームとかの方が、実は割と、そのなんかあの、あんその、達成感とか満足感は安い気がしますけどね。 結局、その、あの、大企業とかだと、その、まあ、ある程度、コマとして働かなきゃいけないんですけど、で、その、じゃあ、リフォームやりますとかで設計して、で、じゃあ、こういう家にしたいですっていう、その、クライアントの人と、まあ、二人三脚で作って、こう、一個一個喜んでもらえるっていう方が、多分、その、あの、幸せは感じやすいと思うので、そういう中小企業とか、地元で探してみるといいんじゃないでしょうか。